琵琶湖放送は今年開局50周年、そこで過去と現在を映像で比較する特集をシリーズでお送りします。今日のテーマは近江大橋、琵琶湖大橋です。今から51年前の1971年、近江大橋の工事が始まりました。琵琶湖と瀬田川の境を横切るこの橋には、国道1号線の大渋滞を緩和する役割が期待されました。橋は74年に完成、橋梁が開始されました。橋の長さは1290メートル。渡るには料金がいりましたが、橋の完成によって対岸への到着時間がおよそ15分短縮されると言われました。橋はその後、当初の予想を超える交通量に対応するため、1985年に4車線化されました。近江大橋などの有料道路は、建設資金の借入れ金などの返済が済めば無料開放となることが決められています。その期限は30年間、もしくは40年間とされていて、改築や延伸などの追加事業を行った場合は無料開放の時期が延びる場合があります。近江大橋は2013年12月26日をもって有料期間を終え、無料開放されました。午前0時を回りました。無料化一番乗りは車が今ゲートを通過しました。無料開放されて便利になった反面、1年後の交通量は 1.5 倍になりました。有料だった2013年11月の調査で、12時間交通量はおよそ23,700台、無料開放後の14年10月にはおよそ35,400台と、無料化前に比べておよそ11,700台増えています。県はほぼ想定通りの交通量だとしていますが、休日や通勤時間帯の渋滞は激しくなっています。一方、1964年9月に完成した琵琶湖大橋。琵琶湖の東岸と西岸を結び、産業や文化、観光面などでの貢献を期待されて建設されました。1980年には自転車歩行者道を設置。1994年には4車線化されています。この琵琶湖大橋も将来は無料化の予定。料金徴収期限は2038年10月22日です。琵琶湖に架かる2つの大橋、無料化という言葉は確かに魅力的ですが、周辺の渋滞激化や維持管理の課題があり、慎重に考える必要性も指摘されています。